マホさん、こんにちは。こんにちは。今日はですね、はい、フェイスの開き方についてやっていきたいと思うんですけど、はい、この間コメントいただきまして、はい、フェイスを開いたらバックスイングの上げ方がわからないと。お、まあ、確かに、はい、フェイスを開くとさ、はい、まあこうまあ、ウェッジなんですけど開くとさ、どん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 こうバックスイング多分上げちゃいがちなんだよね。あ、開いて上げちゃう、うん、まあ、重心がこうこっちに傾くから、はい、こうなんかこのまま出ていいのか、それとも逆らうのかみたいなことがあると思うんですけど、はい、これは、まあ、多分いろんな打ち方はあると思うんですけど、はい、一番シンプルなのは開くじゃないですか、はい、開いてシンプルなのはこっちと思うじゃないですか。なんかなんていうの、その逆らわずみたいな。そうですね、逆らった方がいいですよね。逆にそう、逆に逆らった方が、はい、やっぱりその安定するんですよね。おこう開いてるところから開いていったらすごい開いてるから、もうここで そうですね、もうシャンクの原因になっちゃうんだよね。やっぱりこう手をこうスッと返したりとかしないと、はい、うまくフェースが戻ってこなくて、はい、そのまま右にすっ飛んだりさシャンと思うんだけどこれを、まあ、開いたやつを、まあ、スクエアだとこうで、はい、バックスイングって基本的にこう上げるじゃないですか、なんとなくね。そうですね、重心的には開いてもこうやって上げるんですよ、要は。まっすぐ上げてるのと同じような感覚で。そうだから、あの胸の前でやると分かりやすいと思うんだよね。ここでやるとスクエアの時、スクエアの時はこう重心を感じてるから、はい、こうやってありやすいわけよ、うん、開いてるとこっち行っちゃいがちなんだけど、それを逆らってこう同じような感じ、こう行きたがってるのをこう戻しながら、はい、手の中ですると、あのうまくフェース開いても打てるというか、はい、ちょっと打っていくんで、まっちゃん後ろからじゃあ見てもらうと、はい、フェースを開いておいてちょっと逆らいながら打つと、うん、こういう感じなんだよね。開いておいて、要は逆らってるね、要は、はい、このこうじゃなくて開いていくんじゃなくて逆らって、ちょっと逆らってる。そうするとフェース開いておいて、うまく球が上がるというか、はい、開いておいてもうまく打ってるんですけど、まあこうやって開いてこうクラブがこういくのと一緒にさ、開いても打てるんだけど、なんか難しくなっちゃうんだよね、こうやって。じゃあその開いた分戻さないといけないんですもんね。開いた分戻さないといけなくなっちゃうんですよ。まあこう、まあ、確かにうまくは打ててますけど、うまくは打てるけど無駄なことをしないといけないというか、確かに難しいことをやってるような感じが。そう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 、開いといてちょ逆らいながら、はい、要はちょっとこうだよね、極端にやったら、まあ、シャットじゃないけど、そうそうそう、それでこう戻してまた開くと、開くというかまあそのままだからね、目標方向に向かって振ると、うんうん、開いといて、おこの方が特にこう入れることもなく、はい、うまく打てると思うんで、開いた時は、まあ、その辺を注意してね、はい、あの練習するといいと思うんですけど、まあ、このままさ、その開いて、要は開いて低く打つ場合とかもあるじゃないですか。ありますね。そういう時なんか特にちょっと逆らい気味、確かに逆らい気味かもしれないですね、逆らい気味でフォロー低めみたいなね、はい、でやるとちょっとこう低く、うん、出たりするわけだから、はい、まあバリエーションが効いてくるというか。確かに、じゃあ最初が大事ってことですね、やっぱり。そうなんですよね。こうやってこのまま開いてやると、はい、このすごいこうすごい被せてこないと、間に合ってこないですもんね。そう、あの間に合ってこないんで、で開き方はちょっと来てもらっていいですか。よくそのグリップしてから開くとか、はい、開いてから握るとかってあると思うんですけど、はい、まあ、この極端に開く場合はやっぱり開いてからグリップする。でも確かその方がいいですよね、うん、でこのまま、まあ、ちょっとこう逆らいながら、こっち側にフェースをちょっと戻しながら、イメージはねなんないんだよ、なんないんだけど、はい、手の中はそう動いてないとフェースがまっすぐ動かないんで、このまま開いといてこう打つと、じゃあまあラインもぶれないし、はい、まあ、うまく打てるのかなと。ちょっとまっちゃんにね、はい、やってもらいたいと思うんで一回来てもらいましょう。はい、ということで、はい、まっちゃんにやってもらいたいと思うんですが、はい、まあ、まっちゃんも開くときはね多分同じだとは思うんですけどそうですね、まあ、まず最初に言った、うん、僕もこうスクエアからこうやって開くんじゃなくて、うん、やっぱこう開いて
まずは構える。そうだよね、はい、うん、ここは僕もいつもやって、これでちゃんとこっからいつもの正しい握りするとまあ開きやすいというかね。そうですね、うん、でこっから確かにまあそんなに意識はなかったですけど、うん、そう言われてみると確かに逆らってあげてるなっていうのは、うん、ありますね。あるよね、はい、なんかそのまま開いたまま、まあ、その僕たちってなんとなくやってたことが、はい、そのまあ、皆さんにはなかなか伝わらなかったりすると思うんで、はい、なんかよくよく考えたら逆らってるよね。そうです、だからなんかこれはすごい新しい発見ですね。だからああそうなってんだみたいな、はい、だから皆さんが、うん、いやどう上げたらいいか分かんないっていうのが、そう、ああ確かにと思ってコメントできて、はい、開いたらその重心がこう右にこうどんどんこうフェースが開く方向に、はい、要はこうクラブヘッドが落ちちゃうから分からないんですみたいなコメントあったんで、ああ確かにその人のむしろ感覚が優れてます、ね、感覚が優れてるね開いておいてちょっと逆らいながらバックスイングする、そう、ね、そう、うん、そうするとまあ、簡単にこう高い球が打てるというかね、はい、うん、ちょっと打ってもらいましょう、はい、うんうん、ちょっと低いですね。ちょっと低かったですか。はい、フェース乗っちゃってますねえ、いいことじゃないですか。いやいやいや高い球打たないと、はい、そうですね、はい、そうですよ、そう、あれ低いですね。ちょっと低いですか。僕結構だからフェースの開きが足んないんじゃないですか。まっちゃんそういうことですね。はい、あれちょっとシャンクを恐れてますまあ僕もちょっとビビってましたよまあでももう、もうシャンクしてもいいですかね。いやいや、ね、しっかり開いて、はい、まっちゃんでもさ割とこの開いて打つやつ、はい、低く出ちゃうよね。上げたい、まあ上げないといけないじゃないですかフェース開いてるから、はい、でも低く出ちゃうってことは自分のそのイメージとは違うってことだもんね。そう、いや僕の中ではあれ高いイメージなんですよ。高いというか全然低いっすよ。もっと高くってことですよね、うん、多分僕はもうちょっと高かったと思うんだよね。いつもそうなんですけど映像で見るとそうですよね。僕確かに低いですけど、ね、僕の中の高いはあれぐらいかなっていう目線の違いそんな変わんないよ。10センチしかえあれ14センチ15センチ違うか。僕100そうですね。ほぼほぼ20センチ違う。そうか違うか20センチ大きいですよ大きいけどもうちょっと上げた方がいいと思いますよ。わかりました、はい、あれこの極端になってきたねちょっといてこましてきたね今あれ高デック使ってきたよね。いや、そういうこと言ってるんじゃないのよ。いや、ええフェース開いて、はい、ただバックスイング上げて下ろすだけで高い球って打てるはずだから。そうですね、僕がだから想像してるよりも、うん、ワッホさんは高い球をこういう感じですかね。あれちょっとそれやってるなって。あれちょっとこれ、うん、ちょっと違うんじゃないですか。じゃあやっぱり、うん、今のはちょっとまあ僕の中でも、うん、無理にこうやってやってる感じなんですよ。やってるよね、はい、そのさっきのそれやんないで、はい、普通に高い球僕は普通にですよね打ててましたよ。え、あれちょっと交代します一回え、なんでですか。いやそれはそんなに違います。僕はやっぱ最初の2球ぐらいのイメージでしたけど、うん、いやだってさ、まあ、こうやってまあ同じライじゃないですかこうやって、はい、でこうまあ開くじゃないですか。まっちゃんさちょっとこうやってたじゃん今最後の方やりましたね。やってるよね。それやんないでさ開いといて、うん、何もしないでも上がるはずなんですよね。え、開いといて、あ、上がってますね上がってるよね。ちょっとこういうの強いんじゃないですか。あ、縦に来るのが、じゃあこっち来たらカメラ向こう戻るんで、はい、僕ボール拾いますから。いや、ちゃんと戻る時も、はい、ちゃんと引いて戻ろうと思ってますよ。あ、そうですか、はい、じゃあこんぐらいのボールはクロリンコしないですよ、クロリンコやっぱこうですよカメラは。そういうことですよね、はい、はい、一緒に向こう向いてやったらね、向こうにはなんかすごいね、変なとこ映ってるから。そうですね、映しちゃいけないとこが映っちゃいますからね。まっちゃんちょっといいライでさ、まあ、こんくらいのライだともう楽勝上がると思うんだよね。変わりますよ。え、クラブのあれですかね。クラブのせいにするあたりはもう二流ですねいきますよ、はい、これで、はい、普通にこう振ればいいんですよね。そうですよ、いつも通りでいいんですよね。はい、開いて、はい、
ちょっとフェース乗ってますかね。いや、そうじゃないんだよ。フェース乗ってるとかじゃないんだよね。出玉が低いんだよね。え、ちょっとなんでですか。入射角が強いんじゃないですか。きついとですかね。うん、もっと和子さん入射角浅いとだな。あ、こういうことですね。え、今違います。いや、ちょっとカカンって言ってたけど大丈夫ですか。今カンって言ってました。うん、いや、でもあのぐらいのイメージですけどね、僕は。うん、ってことはこれ以上上げるときはやっぱり、はい、小細工使わないと上げれないですか。あ、僕の中だとやっぱだから開きが足んないんじゃないですか。構えてよ。はい、でちょっと構え、うん、このぐらいですよね。いや、多分ね、あー、そういうことね。いいよ、はい、普通に構えてみて。はい、この時のアドレスの手が前すぎるのよ、これ。はい、あ、こういうことです。そう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 、だから、だから開き方がこう開いてる。そうやってやりすぎて、はい、フェースの角度は結局寝てないんだよね。嘘ぎ、ちょっとこうなってるとですね、なってくるから。シャフトが垂直なイメージ、垂直までいかないと思うんだけど、このイメージとですね。で、開かないとさ、球やっぱ上がんないっすよ。お、じゃあちょっと僕の方でハンドレート気味な感じで、まあ、でもそういうことですね。そうそう、だからこうやってなんかさっきのアドレスちょっとこうやってこっち見てやってみて。そう、それが、はい、結局開き方が、それってさ、開いてから持ってないじゃん、要は。あ、そういうことですね。極端にやると、はい、そこでスクエアに握っておいて左に出してるのと一緒じゃん、それって。そうですね。だから開いてから握れてないですよね。だから真っ直ぐのところから、ね、こういうことですね、うん、ここから、うん、こうですよね。そこからいつものフックグリップで握らないといけないですよ。そう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 。だから僕は、うん、開いてから握ってるつもりで。そうだから、ただいつも本当スクエアでこうやってグリップしといて、こうやってるだけなんですよ、まっちゃん。こうやって構え、こうやってやってはいるけど、そう、正すとそういうことですね。これってここで開いて握るんですよ、開あるときは。ほう、まっちゃんこうしてるから。なるほど。こう戻したらこうなっちゃう。謎が解けましたね。いや、むしろ分かってなかったのって話だ。いや、なんかこの構えは、はい、あの冬の時期のここぞという瞬間しかやらない構えなんですよ。あ、こんなにライいのに。そういうことですね、はい、ここからそこで開いて、ここで開いて、グリップでそう構えると、はい、うん、で閉じて、あ、球上がりますね。それはそうな、当たり前の話をしてるんですよ、僕は。え、そういうことですね。はい、今日のゴルフ、今回のゴルフの話はいいですか。はい、今日のゴルフの話は、まあ、またそれは別の動画で。それは別でね。はい、だからそういうところが多分ちょっとずつずれてんだよね。あ、そうですね。うん、上げないといけない。だからそれはこうじゃなくて、うん、普通にまっすぐか、こう、もう少しこうですね。そう、ボールをこう、なんていうの、ライが薄くてさ、はい、まあライが薄いけど上げないといけない場合は、はい、まあ、まっちゃんみたいに構えた方が、まあ、そのエッジが入っていくから、はい、上がりやすいと思うんだけど、こんだけライ良くて、はい、で僕の球も見た後は、それはちょっとこうまずかったね。先に僕から始めた方が良かったですね。で、まっちゃん違いますよと、今回言いたかったのは、じゃあ取り直します。いやいやいや、いいですよね、ま、このこれがまたいいじゃないですか。そうですよ、真面目な動画と真面目な動画と思いきや、はい、いやいやいや、まあでもそれで一個謎が解けたというか。そうです、僕はこうやって構えてたんで、うん、それがここから普通にこうとですね。そうそう、こうやってちょっと上げたい場合とかさ、はい、本当この場でこうとですね。そうそうそう、でそのままこれ、それで逆らってくると、ここはこうじゃないですもんね。そう、そこからそう開いちゃうとさ、まあ、そんなにハンドレートにする必要はないと思いますけど、はい、まあ、ちょっとそのきつかったかなと、ハンドファースト。あ、そうですね、加減がね、これぐらいで、うん、逆らってあげて、うん、打つと。そうそうそう、そのままやった方がシンプルで、より簡単に、そうですね、上げれるんじゃないですかね。はい、よかった。最近ちょっとアプローチ調子悪かったんですよね。あ、そうなんですか。はい、調子が悪いっていうか、うん、寄ってはいるんですけど、うん、転がしの方が最近好きだったんですよ。あ、だからそれちょっと強くなってたんだね。そうですね、上げるのにちょっといっちゃうなみたいな不安を抱えながら最近アプローチはして、うん、あ、まあ、打ったら成功するってあれだったんですよ。え、成功したんすか。
してないです。いやいや、まあでも今日は一つね、はい、こう撮れたし、そうですね、まあ、皆さんもこうなってる人多いと思いますから、そう、僕みたいにやってた人もいるかもしれないですからね、うんうん、気をつけてね、はい、やってもらいたいなと思います、はい、そのことで今日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。